皆さんおはようございます。赤星里奈です。今日はですね、ついにこのピアノちゃん新居に運んでいただきたいと思います。というわけでですね、私自身も今までちょっと気になってたことがありまして、ピアノを運送したらどれぐらい音が来るのってことがね、長年ずっと気になってましたので、自らで検証していきたいと思います。ってことでね、これからピアノ運送会社さんに来ていただくんですけれども、最近ね、引っ越しの準備で全然まとめ引いてないんで申し訳ないんですけど、だいたいどれぐらい狂ってるかっていうことをちょっと引いてみたいと思います。もう部屋に何にもないからめっちゃ響くようになった。どういう音が鳴ってるかっていうのが分かっていただけたかなと思います。ではこれからピアノちゃん長旅行ってらっしゃい。ではここから皆さんも気になるピアノの運搬の様子、レッツゴー。ピアノの足って3本あるやん、だから3人で来られるもんかとてっきり思ってましたがね、2人で来られました。このまるでウエハースのような後ろにある木は台車か何かでしょうか。それをお兄さんたちが紐でぐるぐるくるくるどうにか縛っております。まるでボンレスハムを作る時かのようなロープの使い方ですね。いや、ボンレスハムの作り方知らんけど、ともかくとても丁寧に作業していただいております。おっと、ここでニューアイテム登場。ピアノ専用の毛布のようですね。まさに至れり尽くせり。私でもあんなごつい毛布着てへんで。ともかく作業に無駄がないですね。テキパキとされた、まさにプロ。このグランドピアノだいたい1500台目ぐらいなんやろか、運ぶの。お兄さんに聞くん忘れた。取り乱してしまいすみません。とにかく保護に保護を重ね、過保護なのではないかというぐらい保護されていくピアノちゃんです。おっと、走行しているうちになんとなんと足が外れました。そして向こう側に行き、どんどん足が取られていく、足が取られていく。そして3本目の足も取られて、そして毛布ってさらに段ボールで、さらに毛布と段ボールで、さらにとにかく保護、巻いて巻いて巻きまくれ、巻くんだじゃーというぐらい巻かれてですね、大切なピアノちゃん、これでもかというぐらいに包まれてラッピングされていきました。あっという間にただの一枚の板になりましたとさ。完成。すごいですね、プロの作業。さて、これからピアノはどうなるのか、どう運ばれるのか。え、まさかお兄さん一人でと、あ、よかった、二人でした。二人でシートベルトのようなものを巻いて一斉にスライディング、スライドさせていきます。すごい滑る毛布。これはピアノを滑らすために生まれてきた毛布なのか。見た、めっちゃすごない？毎回感動すんねん。ものの15分ぐらいでさら地となりました。さすが匠の技でね。今まで何回か、まあ、運んでもらったりしてるんですけど、今までで一番多分早く運んでくれはって、でしかもめっちゃ対応も素晴らしい方で、よかったー。ということで、このままこうちゃんと2人で現地に向かって、ピアノの方も現地に向かってくださるということですので、新居へロスゲーツ。今からここの部屋にこう来て入れてもらいます。入るか分からへんけど、無事に入ることを祈る。お兄さんたちの手により颯爽とピアノの登場です。
ちなみに今回はたまたまギリギリエレベーターに乗ったのですが、これがクレーン作業になるとかなり値段が違ってくるので要注意です。さて、ようやく扉の前に来たものの、無事に入るのかが少し心配。本当にギリギリなんですよね、幅が。そうこうしているうちにお兄さんたちが扉を外してくださいました。今ご覧いただけましたでしょうか。このように壁に少しでも当たるところには手袋を挟んでいただくなど、どこまでも丁寧な作業をしていただいております。ありがとうございます。入りました。今スーッと無事に入ってきました。無事に入ってほっと一息つきたいところでしょうに、お兄さんたちは休みなく汗だくになりながら懸命に作業していただき、重ね重ねお礼を申し上げます。これから荷ほどきというべきか、解体というべきか、組み立てというべきか、適切な言葉が全く思い浮かびませんが、ともかく3本のピアノの足がどれがどこなんかわかんのか、もうすごい。うん、とにかく全てに感動。ちなみに今この見えております茶色の部分のピアノの鏡板ですけれどもね、誰かが弾いてる時にそこ触ってみて、めっちゃブルブルするから。お、ピアノがいつもの体勢に戻ろうとしています。戻る時はまず2本足をつけてから戻して足をもう1本つけるっていうことなんですね。これさ、今のこのグランドピアノを発明した人がもう解体方法とか組み立て方法とか取り決めたんかなとか、なんかそういうとこまで気になってきますよね、いろいろ。今までそれなりにピアノの内部のこと勉強してきたつもりやけど、まだまだ知らんこといっぱいあるんちゃうかなと思うわ。これ入れてっちゃっていいんですか。あ、はい。こう開けられなくなっちゃいます。横に入らない。潜っていけば大丈夫です。そう、潜るつもりやったんですけど、どうかな。でも向こうに当ててもらったもんね。やっぱ閉まんない。あ、そうですね。確かに。こうしてミリ単位で微調整していただきながら調整していくわけなんですけれどもね、今回の一番の問題点、それはピアノが全開にならへん。いや、ほんまに悔しい。めっちゃ残念。いや、あのね、ピアノの上のみんなが蓋言うてる、まあ、屋根なんですけれどもね、ここが全開にならへんのですわ、奥さん。そんな悲しみもつかの間、わざわざタイルカーペットまで引いてくださって、本当にご丁寧にありがとうございます。何のお仕事でも思うけどさ、仕事されてる姿ってほんまにかっこいいよね。ということで、この非常に貴重な映像、の早送りでサブちゃんにアップさせていただきますので、ぜひご覧ください。 Yo, check it out! 最後にピッカピカに磨いていただきました。よかったな、ピアノ。じゃーん、入りましたね。この辺とかギリギリ、こっちもギリギリです。でもどうにか入ったからよかったってことで、実際初新居でちょっと弾いてみたいと思います。で、最初に言っときますけど、ピアノっていうのはちょっとでもね、移動とかさせたら絶対狂うものなんですよ。なので、いくら丁寧に運んだとて調律は必ず必要と言われております。なので私もね、もちろん調律を入れる予定なんですけれども、だからその乱暴に運んだとか丁寧に運んだ、全然そんなこと関係なく、狂う時はめっちゃ狂うし、なんかたまたま狂ってへんかったらラッキーみたいな感じはありますけど、ピアノとは動かしたら狂うもん。Thank you.
ません。というのも、最初の向こうで弾いてた時のピアノもずれてたんですよね。でも、もしかしたらわかるかもしれへん。とにかく前の家での響きを忘れたってことで、皆さんも何か気づいたことがあれば、高くなったなーとか、低くなったなーとか、この音ずれたなーとか何かありましたら、お気軽にコメント欄で間違い探しの要領でお待ちしております。ということで、今日も最後まで見ていただきありがとうございました。それから撮影協力していただいたピアネット様、本当に丁寧に運んでいただき、そして心よく撮影許可してくださり、ありがとうございました。というわけで、また次回以降の動画でお会いしましょう。バイバーイ。